電気通信大学梶本研究室の研究グループは、手のひらをタッチパネルとして利用するための手法として、手のひらタッチパネルを提案しています。裏面がこういった電気触覚ディスプレイになってまして、タッチパネルに触れますと、その位置の電気触覚が駆動されるわけですね。で、そうすることによって、実際は画面に触れているんですけど、画面を貫いて、で自身の手のひらをなぞっているような体験が得られます。でさらにそこにアイコン、さまざまなアイコンやグラフィックスを置いてあげると、そういったグラフィックスの感触も手のひらに伝わります。今回の試作機では、タッチパネルと電極の間にスライムを敷くことで、手のひらの凹凸に合わせてきれいに電極が並ぶようになっています。このように画面の情報を手のひらの触覚として認識することで、より正確なタッチパネル操作が可能となるほか、触覚刺激を用いたゲームなどにも応用できます。例えば虫とか、アリとかが本当に手のひらの上を張ってくるような感触、でそういったある種、ゲームじゃないですけれども、エンターテインメントとしてコンテンツを作ることができます。そうですね、まだ今アプリケーションとしてボタンを押してその感触が手のひらに返ってくるといったアプリケーションしかできてないので、今後は従来のタッチパネルではできなかった体験というのがおそらくできるんですね。なのでそういった体験を作るコンテンツを充実させていくということをまずやっていきたいなというふうに考えています。